それでは皆様お待ちかねのことと思いますが、ここで本日お招きをいたしております講師、河野太通氏のプロフィールのご紹介を私の方から簡単にさせていただきます。臨済宗妙心寺派前館長、並びに全日本仏教会前会長、そして龍門寺外宗道場司家住職でいらっしゃる河野太通氏は、昭和5年大分県にお生まれになりまして、昭和23年中津市正願寺にて得度され、昭和28年花園大学仏教学部を卒業後、昭和41年まで神戸正福寺専門 道場に呵責して禅道修行をし、昭和41年禅文化研究所研究員及び花園大学禅学講師、昭和47年正願寺住職を経て、52年から正福寺専門道場司家となられました。昭和60年アジアの友を支援するラックを組織して代表となられ、平成元年には南太平洋友好協会会長、平成3年陽明寺太極拳師範、平成6年花園大学学長に就任され、平成13年退任されております。平成16年10月正福寺専門道場司家を退任し、龍門寺大衆禅道場司家住職となり、平成22年4月臨済宗妙心寺派館長に就任し、その後2年間全日本仏教会会長を務められました。数々の本も出されておりまして、著書には床の間の前後上巻下巻、白隠禅師座禅和讃を読む、大いなる命のままに、また不二の妙道を行く、禅力無常の命を生きる、戦う仏教などがございます。そしてまた数々の受賞もされておりまして、小さな親切運動賞、また国家建設功労賞、また千佳代子賞を受賞されております。以上、簡単ではございましたが、河野太通氏についてご紹介をさせていただきました。では早速ご登場いただきたいと思います。本日の講師、河野太通氏でございます。どうぞご登場くださいませ。講題は祈りでございます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ただいま皆さん方ご覧いただいてるんだと思うんですが、朝の NHK 連続テレビドラマですか、花子とアンというドラマが放映されていますね。この花子とアンの花子さんという方は、が初めて日本でカナダのモンゴメリー女子のおかげになった赤毛の藩という小説を初めて日本に紹介された、英文を日本語に翻訳されて、終戦後7年ほど経った、昭和27年だと思うんですが、その頃この赤毛の藩という本が出版されましてね、私も大学時分に読んだ記憶があるんでありますが、この赤毛の庵の物語に、翻訳者の
村岡花子さんは自分の人生を重ね合わせて、物語っておられる、物語が出来上がっておるのがこの花子と庵という現代、放映されておる物語なんですよね。元のこの赤毛の庵でありますが、赤毛の庵、という女の子、最初に登場してくるのは11歳で登場してまいりますが、この庵は赤毛、大体まあ金髪か黒髪が喜ばれるわけですけれども、金髪でもなければ黒髪でもない、大体みんなが嫌がる赤毛である。そして顔はそばかすだらけなんですね。決して美人とは言えない、あまり可愛いとも言えないんですけれども、この赤毛の庵は、お父さんお母さんは高等学校の先生になさっておられるんですが、お母さんはこの庵を産みますと3ヶ月ほどして熱病にかかって亡くなっちゃうんです。そしてお父さんもお母さんが亡くなった後、やっぱり同じ病気でね、熱病でもってお母さんが亡くなった4日のうちに、やはり同じようにお父さん亡くなっちゃう。それで庵は孤児になってしまいます。そこでお手伝いのおばさんがおりまして、そのおばさんに引き取られていくんですが、お手伝いのおばさんもいつまでも藩を養っていくっていうことができなくって、藩は孤児院に預けられるんです。決してだから幸福ではない、不幸な生い立ちを続けるんでありますけれども、しかしこの子のまあ生来の性格といいましょうか、くじけない明るい子でありましてね、それで過ごしていく、そしてお父さんお母さんと同じように高等学校の先生になるんですが、この赤毛の庵の中で決して幸福ではないその庵がですね、この物語の中で自分の人生観を語っておるところがあります。人生には必ず曲がり角がある、道にも曲がり角がある、自分は曲がり角のある道に差し掛かると、あの街角を曲がったらどんないいことがあるだろうか、胸をときめかせてその曲がり角を差し掛かったって、いつも曲がり角に行くと曲がったらどんないいことがあるだろうかと、こういう思いでもって自分は人生をね渡ってきたんだと、こういうことを語っているところがあるんでありますが、これが赤毛の庵の、まあ、人生を渡ってきた一つの人生観、生活信条って言いますかね、そういったもので、いつも希望を持って曲がり角に差し掛かる、願いを持ち夢を持つ、そういう夢を持った見続ける人、自分の願いが必ず成就するに違いないというような確信を持って道を歩く人、そういう人にはやはりくじけませんね。人生を希望を持ってたくましく生きていくことができるんだと思います。
一つのこれ祈りでしょう。人には祈りっていうものがあると。動物、他の動物にありませんけれども、人間には祈りがあります。この祈りあるがために人は食いつけずに将来に願望を持って生きていくことができるんだと思うんですね。皆さん方も今年のお正月はどこぞの氏神様かどっかお宮さんにお参りして何かお祈りになったんじゃないでしょうかね。家内安全とか商売繁盛とか、大体そういう祈りをしますよね。お孫さんが大学受験する、どうか合格いたしますようにとかね。今日では東日本の人々は一日も早い復興を祈願し願っておるに違いない。そして世界は平和を願っております。平和であることを祈らない者はいないと思うんでありますね。そんなわけで、家内安全や平和や、それから一日も早い災害からの復興、こういったものを人は願うでありますが、この願いを私は願望の願いと、願いの中でも願望の願いというものだとこう思うわけですね。願望の願いっていうものがまず、人にはあります。願望の願いですね、願い、祈りですが、まずそういった祈りがあるわけですが、それからね、自制の祈りっていうものはあると思うんですね。自制、自らを顧みるところの祈り。これ皆さん見えますかね、これ。自制の祈りっていうのがあると思うんですが、皆さん方、雪深しか明治は遠くなりにけりって、降る雪はですね、降る雪や明治は遠くなりにけりっていう俳句ご存知でしょう。しばらくよく言われたものですが、降る雪や明治は遠くなりにけり、これね、草田夫さん、中村草田夫さんっていう俳句作家が歌った俳句です。この俳句は分かりやすいんですけれども、しかしこの中村草田夫さんの俳句っていうのは大変難しい俳句が多いんです。だから難解派って、俳句の俳句を作る人の中でも難解派って言われたり、人生探求派なんていうようなことも言われたんです。難しい俳句の一つ、才能では、才能では消せぬもの罪埋め代理、才能では消せぬもの罪埋め代理。皆さん方どうですか。いろいろな人は過ちを犯します。しかしその過ちを自己反省したりしながらね、謝ったり、人に謝ったり、お詫びを申して消すことができます。しかしどうしても消すことのできないものが、才能では消せぬもの罪、そういう罪がある。どうですか皆さん方、そういうものたくさんありますよね。大きなものはやはり何て言ったって、長生きしたいけれども、やはり
そうはいかんでしょう。200年は生きられませんよね、今ね。ところが我々は200年も300年も生きたいと思う。そういう思いからそこに心の悩みっていうのが出てまいります。いつまでも若くありたい。顔にシワがだんだん増えてきますけれども、なるべくシワは増やしたくない。しかし増えてきちゃう。いつか死ななきゃなんないけれども、ずっと生きておりたい。病気もしたくないけれども病気しちゃう。これはもう生きとる以上仕方がないんでありますけれども、そういったことをしたくない。そういう思いから私たちは悩みっていうのが生まれてまいります。年取っていく、年取っていくんだけれども年取りたくないっていうところから悩みが生まれてきますよね。こういったものっていうのは、その人の頭がなかなかよろしいからとか、お仕事がよくできるからとかいうような才能では消せないでしょう。ついつい人様のやはりよろしいことは褒めます。しかしちょっとしくじったことっていうのは陰口叩いたりしちゃう。そんなことしたくないんだけれども、やはりそうする。こういう才能では消せませんよね。そういったことがたくさんありますが、そういったことを自分でこう自己反省することによって、その人の梅大輪、大きな梅の花が咲く、かぐわしき梅の花のごとき人格の花がそこに咲かせることができる。そういったような歌だと、俳句だと思うんですが、才能では消せぬもの罪梅大輪、自分の思い通りにはならないことがいくらでもあるんだけれども、思い通りにしたいというようなことを思う、それが一つの罪だっていうんですね。こういう俳句を作った人がおるんでありますが、しみじみと自分の内側をこう眺めて反省していくところに、人は豊かなかぐわしき人格を形成することができるわけでしょう。そういったような反省、かぐわしき大輪の梅の花を咲かせていこうっていうこと、これが自省の祈りっていうもんだと思いますね。自己反省の祈り。これは私が神戸の聖福寺で若い雲水たちを修行させておるときにですね、一人の早稲田大学を出てきた雲水がおりましてね、その雲水が私にこんなことあるとき言った。早稲田大学には刑法の権威者、刑法の斉藤金作っていう先生がおられたんです。刑法学の権威ですね。この先生に授業を受けておって、ある時この先生の研究室にいたら、先生がね、わしはな、毎朝家を出たらアリゲを3匹ずつ踏み潰してくるんだって。
こんなことをしちゃったんだそうですよ。それで学生たちはね、ゼミの学生たちは、あ、今日はなんか先生何の話をするのかなと言って耳をそば立てたんですけれども、先生はそういったなりね、その話はそれで打ち切れちゃって勉強が始まったっていうんですね。で、いまだにね、先生はあの先何を言おうとしたのかわからないんだっていうことを私にある時語った。で、私もその時ね、そんなことをおっしゃったのかよと、こう言っておったんですけれどもね、ある時はたと私は気がついた。ああ、先生はこういうつもりで言ったな、それに違いないと気がついた。それどういうことかって言いますとね、この先生はゼミに集まる学生たちを時々ね、美術館なんかに連れて行ってくれたんだそうですよ。ある時、中国4000年展っていうのが国立博物館かなんかでありまして、そこに連れて行ってもらった。ウィンドウを眺めておりました。あるウィンドウの中に香炉が飾ってあって、その香炉の前に立ってじっとウィンドウの中の香炉を眺めておった。そしたらいつの間にやら先生が近づいてきてね、君がこの香炉をね、ただぼやっと綺麗ないい香炉だななんてね、それだけのことを思って見ておったんじゃいかんよって、この香炉は3000年前の香炉だって書いてある。3000年も前っていうと中国の歴史ではどういうことになってるのか、そしてこの香炉はどういう人が作ったんだろうか、初めてこの香炉が釜で焼かれて出てきた、そしてどういうお家でどんな人がどういう場所に飾ったんだろうか、庭はどんな庭だっただろうか、そういうようなことを思ってこの香炉を見なければいけない、そういう、ね、思いを持って見ておると、物言わぬ香炉が必ず君に語りかけてくるものがあるんだ、そういう思いで見なさいって先生そうおっしゃった。ああ、そんなもんだろうなと。ある時先生は、今日は俺のとこ寄ってけと言って、先生のお宅に寄った。そしたらいつもそういうことを言う先生だから、奥様がお抹茶立てて学生たちに出してくれた。おまんじゅういただいて、お抹茶の茶碗を手に持って、そしてお茶をいただく。そしてお茶碗を見てね、ああ、これぼやっと見ておったりできないな、この茶碗はいつ頃のもんだろうか、江戸時代先生だから江戸時代がそこら辺のものを持っておられるんじゃなかろうか、江戸時代中とどういう時代だったかな、黒船が浦賀にやってきたあのような時かな、というようなことを思いながらこう中を見たり ひっくり返してみたりしてたら、つい手が滑ってね、下にちょっと落とした。そしたら下にお菓子を持ってきてあったお皿が置いてあって、お皿にカチンと当てたんですね。そしたらもうびっくりしてね、もう傷がいったんじゃなかろうか、割ったんじゃなかろうかと思って、もうねおど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 して
両脇から冷や汗が出て、もうおどおどして、これをなんて言って先生にお断りしたらいいのか、奥さんにお詫びたらいいのか、そういう詫びる言葉するのを学生だから知らない。ただおど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 しておったら、先生が静かな声でね、そんなに驚くことはないと、形あるものはいつか壊れるんだって、人間の命もそうなんだよって、いつか壊れてしまうかもわからない人の命だから、だから大切にしなければいけないんだって。刑法という学問はそこから出発していることを思わない者は刑法を学ぶ資格はないとおっしゃって、私はそういうことをおっしゃったっていうことを聞いて、私も救われる思いをしました。だって刑法っていう学問は怖い学問ですよね。子供がスーパーマーケットでチョコレート1枚かっぱらった、これも泥棒でしょ。警備員のおじさんに見かかっちゃって捕まっちゃった、泥棒です。銀行強盗で強盗に入って銀行のお金もかっぱらった、これも泥棒ですよね。そしたら同じ、どっちも泥棒だけれども、どっちも3日間の豚箱入りと、こういうことでいいでしょうかね。チョコレート1枚かっぱらった子供に3日間も豚箱に入れとる、これはちょっときつすぎるでしょ、かわいそうじゃないか。そして銀行強盗に入ってお金かっぱらったものはたった3日間の豚箱入りで済んだり、これは軽すぎるということでしょう。そんならどうしたらいいんですか、どういう罰を与えられたらいいのか、これが刑法学ですよね。昔は刑罰刑だったけれども、今日ではその人を立派な人間にさせていくために刑罰を与える、教育刑でしょ。ならばどういう罰を与えるのがその人をまともな人間にしていくことになるのか、そういう研究をやるのが刑法学ですよ。だから恐ろしい学問だなっていう、私はそういう認識をしておったんですけれども、さすが刑法学の権威者ですね。物はいつかは壊れる、形あるものは壊れる、人間の命も一緒だ、いつかは壊れるんだ、だからいつか壊れるかもわからないものだから、今ある間大切にしなければいけないんだって、これが刑法学の出発点だって言うんですよ。安心しました私は。そういう先生が毎朝お家で出て早稲田の研究室に来るまでにアリ3匹ずつ踏み潰してくるんだっておっしゃったんですよ。最初はやっぱり なんでそんなことをおっしゃったのかなと思って思いますよね。 そこで私ははたと気がついたのは、毎日アリ3匹ずつ殺して、今のような暑い夏のまだ秋にもなりきら、今時ならばアリ3匹を玄関先出てから探すのはそう難しいことでないかもわかりません。しかし真冬どうですか、雪の降る日にアリを3匹探して踏み潰すっていうようなことになって、こんなこと難しいですよね。
学校に家、お家出て、玄関出てからお家行くまでに、あの研究室行くまでに日が暮れるどころじゃないですよね。いつまでだったってアリ一匹すらも踏み潰すことができないんじゃないか。しかし先生は、わしは毎日アリ三匹ずつ家出てから踏み潰してくるんだっておっしゃった。これはどういうことですか。皆さんどうですか。今日お家出てからこの文化ホールに今日お集まりいただいてるんですけれども、皆さんアリ一匹、名も知れぬ虫けら一匹も踏み潰さずに来たっていう自信があるってありますか。自信がありますか。自分が知らないけれどもどこかで一匹ぐらい踏み潰しちゃったかもわからないですよね。真冬ならいざ知らず、今日のような時ならね、東京っていうのは大都会なら日が知らず、姫路の林の多いこの文化ホールあたりに皆さんおいでになるのに、一匹二匹は積み潰したかもわからん。一匹二匹って言うけど、踏み潰された一匹にとってはそれで一生終わったんですね。人間ならば訴えられます。保証しなきゃなりませんが、虫は何も言ってこない。しかしそのような虫の一匹二匹を潰しておるかわからんというこの反省、自制、そういう思いが先生にあるから、先生の研究室には観音像が祀ってあったんだそうです。そしてお家から研究室に出てまいりますと、まず観音様にお線香を立ててお参りして、それから研究が始まったということであります。ですから私はそういう、まさにこの斎藤金作先生の自制の祈りであった。自分は知らないけれども、どこで生き物を殺めておるかわからない。ましてやですよ、毎日お魚の肉、動物の肉をいただいている身でやりましょう。自己反省し祈らざるを得ないんですよね。これが才能では気せぬ罪梅大輪という自制の祈りでありますね。それからまた、仏さんにさせてもらう祈りというものがやはりあると思うんですね。仏さんにさせてもらう、仏になる祈りです。私あの神戸におりますときね、横から17針を縫う、大手術をやったことがあるんです。17針、今でも裸になりますとその傷がこう横っ腹にあるんですけれども、時々人がびっくりしてですね、あんたどうしたのって聞きますね。いや私は前、ヤクザとの出入りでね、ここ切られたんだっつって、へえと人がびっくりするんですよね。そういう自慢の傷がここにあるんですが、この手術室にね入ってお腹切らなきゃならなくなった。その時に私はやはりひょっとするとこれで
先生が手術を間違えて一命を落とすことになるかもわからんなというそういう心配しました。実際にそういう紙を持ってきてですね、それに署名しろって、署名した判子生っていうのは皆さん方も手術のご経験のある方は大思いがあると思うんでありますが、もし手術に失敗して命を落とすようなことがあっても文句言いませんっていう文章が書いてあって、それに署名して判子するんですよね。ああいう文章を見て、ね、やっぱり署名して判子することになるとね、やっぱりちょっと神妙になりますね。ああひょっとすると先生間違えて再び帰ってくれないかなと、手術室から地下の霊安室に行っちゃうかわからないというような思いをしますね。そこでね、私はその頃まだ修行中でしたから、ね、私はこれでね、やっぱりなんかこうここで救われる方法がなければいかんなと思いましてね、明日午前中に手術するっていう時に、地下に神戸の病院、散髪屋さんの地下にあるんですね。で、地下に行って改めて頭を剃ってもらいました。散髪屋で、散髪屋さんがあとはどうしたのかって心配しておりましたけどね、いや明日手術するからきれいになっておきたいと。そしていよいよ次の日になりまして、看護婦さんが手術台を持ってきて、そして私を手術台の上に寝かせました。そしていよいよ手術室に運ばれるわけですが、その時にふっと私を頭に浮かんだのが道元禅師の言葉なんです。道元禅師の言葉がね、頭の中に浮かんだんですね。身をも心をも放ち忘れて、仏の方に投げ入れて、仏の方より行われ、これに従いもていくとき、力をも入れず、心をも費やさず、生死を離れて仏となる。うろ覚えでしたけどね、これを思い出したですね。もうこういう場に立ち至ったらジタバタすることできませんよね。もうお医者さんにお任せしなければならない。こんな時にはやはりただ我が身をも放ち忘れて仏の方に投げ入れて、どうしこうしようっていうわけじゃない。実際にはこれはお医者さんにお任せしなきゃならないんだけど、そういう我が身をお医者さんはですね、失敗するかわからない、お医者さん。しかしそうした時にお任せするのは仏様だ。だからもう自分の体に執着しとったんでは、いつまでたっても迷いから救われない。ただ我が身をも放ち忘れて、いつまでもこの体っていうものをしっかり抱いとるで、もうこの体を仏さんの方に投げ入れちゃう。ただ我が身をも放ち忘れて、仏の方に投げ入れて、仏さんのお家にこの体をお預けしちゃった、お預けしちゃったらどうなるのって、仏の方より行われて、今度仏さんの方へ投げ入れちゃうんです。そしたら仏さんが何とかしてくれるんですよね。
仏さん、仏の方に投げ入れて、仏の方より行われ、仏さんが何かとかしてくださって、これに従い持てゆくとき、仏さんがなさる通りにお任せしちゃう。お任せ、お任せがコツですね。どうでしょうか。宗教のコツっていうのは私はお任せだと思ってます。私は禅門のとで、禅門だとなんか自力というように思われるんですけど、禅門だってお任せなんですよね。浄土門の方ならもちろんそうでしょう。お任せ。仏の方に投げ入れて、仏の方より行われ、これに従いもてゆくとき、生じを離れ仏となる。心も費やさず、力も入れず、心も費やさず、頑張ることはない。仏さんが何とかしてくれる。心配すること、心も費やさず、力も入れず、生じを離れ、生き死にの迷いから離れて、自分自身が仏様にさせてもらえるんだって、こういうありがたい言葉があることを思い出しましてね。これはまあ手術室のベッドにこうガラガラと運ばれていくときに、この言葉を心の中で口にずさみました。幸いにお医者さん失敗せずにですね、私は元の病室に帰ることができたんでありますが、私はこれを私は仏になる祈りっていうもんだと思うんですね。これ道元禅師の言葉ですが、道元禅師はいいことをおっしゃってます。礼拝っていう題をわざわざつけたお歌を歌っておられます。礼拝、仏さんに礼拝する。礼拝とはどういうことかということを歌ったらですね、牛草の見えぬ雪野の白鷺は、己が姿に身を隠しけりて、牛草の夏青々と野原に草が茂っております。青い草原の野原です。ところが秋になり冬になりますと、その青く茂っておった草は枯れて、そこに冬雪が降り積もってまいります。そうすると青々としておった夏の野原は雪が降り積もって一面の銀世界になってしまう。牛草の見えぬ雪野のそこに白鷺が一羽舞い降ります。一面の銀世界に真っ白な白鷺が一羽降り立つ。そうしますと銀世界の白と白鷺の白とが混然一体となって、どこに白鷺がいるかわからなくなっちゃう。雪野の中に白鷺は吸い取られてしまいます。これを摂取って言うんでしょう。摂取せられちゃう。牛草の見えぬ雪野の雪の重みに枯れ草は伏してしまって、そして一面の銀世界、節草の見えぬ雪野の白鷺は、己が姿に身を隠しきり、自分が真っ白だ、自分が真っ白だから、真っ白な銀世界の中に収め取られてしまいます。どこにおるかわからなくなっちゃう。仏
これが礼拝っていうことだというんです。仏様にお参りするお参りの仕方、浄土門のことならば南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏、真っ白になっちゃう、白鷺になっちゃう日蓮宗のことなら南無法蓮華経、南無法蓮華経して真っ白になっちゃう。禅門のものなら座禅しながら真っ白になって、そして仏様の世界の中に納め取られてしまうんですね。これが礼拝拝むっていうことだ。これが仏になる祈りというもんだと思うんですね。そういう人間には祈りがある、確かにある。それともう一つ、私は最近、感動した東北の民話があります。この東北の民話の東北ってどこだろうかと思ってね、私は前に新潟の近くの熱海っていう熱海という町がありますがね、温泉町、あそこ行った時に人々にそんなこういう民家、民話どこで民話か知りませんかって聞いたけど、知ってる方いなかったんですがね、どっかの民話だと思いますが、ある村外れに小さな観音堂がお祭りしてありました。その観音堂の前は坂になっておる。東北のことでありますから雪が降って坂道は雪の坂道になる。するとそこに子供たちが、村の悪童どもが集まってね、それぞれ竹で作ったそりとか板の箱なんかに乗っかってね、ワイ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 言ってその坂を滑り降りる、また引っ張り上げる、上がったり降りたりはそれみんなやって毎日遊んでる。ある時ある子供が観音堂の中を覗いたんです。そしたら観音堂の中にですね、等身大の木の観音様がお立ちになった。ああこれいいやんかというわけで、悪童どもは観音様を引きずり出しましてね、首に縄つけて馬乗りになってね、観音様の上にまたがって持ってザーッと三四人が上に乗っかって降りるんですね。これは面白いってわけで、みんな出回って滑って降りる、またみんな出回って引っ張り上げてやっておった。それがいつの間にやら大人たちに聞こえました。大人たちがもうカンカンになって送りましてね、なんちゅうことをするんじゃって、観音様にまたわって雪の底が降りる、なんちゅうことをするんじゃっていう。しかしまあそれもわしらが観音堂をね、板塀を破けてしまったのにほっといた、あそれがいけなんだんだ、ちゃんとお祭りしてないか、雨漏りもしてると。そういうわけで村の人たちをお金出し合ってね、屋根の修理もし、そして子供たちを再び中に入って観音様を出さんように柵をしてきれいにして、観音様をお見ぬぐいたしましてね、そしてお詫びのご供養を催した。その時に悪童どもお前たちも出てこいっていうわけで観音堂に呼ばれましてね、ほんでもお花も備え、お水備え、お饅頭も備えて、お坊さん呼んでお経をあげた。悪童どもも一緒に座っておった。悪童の一人が観音様がこう青き見た、そしたら観音様から目から涙が出とったって言うんですよ。それで悪童が観音様だけに聞こえる声でね、観音様なんで泣かれておるんですかって、
それは僕らが観音様を雪の坂に引っ張り出して滑ったの悪かった、いけないことしましたけれども、しかしお見拭いしてきれいになって、お堂も雨漏りが止まって、板塀もちゃんと張り替えて、今日はお花備えて、お水備えて、お町まで備えて、お詫びのお経をあげと、なんで観音様が泣かれるんですか、こう言ったら、観音様がまたその子だけに聞こえる声でおっしゃったって言うんですね。そらこんなにきれいにしてくれたから嬉しいよって、そら嬉しいけれどもね、こんなにきれいにしてくれて、君たちが中に入れんようにこんなにしてくれたら、また君たちと再び雪の坂を滑って降りれんじゃないかって、君たちと遊ぶことができんじゃないかっつっておっしゃったっていうんですよね。これが私は仏様の祈りだと思うんですね。ですから観音経にはね、観世音菩薩はこのシャバ世界に湯気したものってありますよね。観音様はこのシャバ世界にね、お遊びに来ない、湯気したもの。幼稚園で子供たちがお遊戯しますが、あれもお遊戯することが楽しいんですよね。みんなに見てもらうことがもう楽しいんです。観音様もそれなんです。みんなが楽しんでくれればいいんです。一緒に楽しみたいんです。観世音菩薩はこのシャバ世界に湯気したもの、お遊びに来られ、人様に、人様を助け、人様に喜ばせることが観音様のお遊戯なんですね、お遊びなんです。そういう遊びは遊びしたいですよね。これが観世音菩薩、仏に、これが仏の祈りだと思います。仏になる祈りから仏の祈りというものだと思うんでありますが、そしてね、最後感謝の祈りっていうものがあると思うんですね。これがやっぱりなければいかんのですね。感謝の祈り。昔中国の唐代に大漠禅師という和尚がおりました。この方は変わった方でね、もう毎日毎日礼拝なさるんですよ。中国のお寺でありますから、河原敷ですね、河原敷のお堂でもって毎日礼拝なさる。その礼拝を河原に一遍頭下げるたびにコツンとコツンと打ちつけて礼拝なさる。だからこの大漠和尚の額にはコブができた。人呼んでこれを大漠の礼拝コブってこうあだ名しておったという方なんであります。ここにコブができるくらいですからね、一年に三遍っていうようなもんじゃないですね。お盆と正月だけ礼拝するってそんなんじゃないです。毎日やるんですね。だからここにこうゴツゴツ瓦を打ちつけるからコブができちゃって、大漠の礼拝コブ。そしたらある時お弟子さんがですね、大漠和尚がまたいつものように礼拝してるところにやってきましてね、和尚さん
和尚さんはいつも毎日そのように礼拝なさいますが、いつも和尚さんがおっしゃるのは、何かに、誰かに何かに何かを求めちゃいかんと。何かが欲しい。だから人は物を求めるんだけど、誰かに何かを欲しがって求めると。求めちゃいけない。何にも求めちゃいけないんだと。何かを求めるとそれが執着になって、そこから人間の悩み、苦しみっていうものは発生するんだ。だから何でも求めちゃいけないって。こういうふうに、お嬢さんは常に私たちにおっしゃるのに、毎日毎日仏さんにそのように頭下げてね、楽して、一体仏さんに何を和尚は求めてるんですかと。求めちゃいけない、求めちゃいけないって言いながら、毎日仏さんにそのように礼拝して、おでこにこぶができるほど礼拝する。何を仏さんに和尚あなたは求めてるんですか。こう言って和尚に聞いたらね、和尚がね、仏について求めず、他について求めず、ただ礼拝すること、格のごとしって言って、礼拝続けたって言うんですよ。私は何にも仏さんに向かって礼拝しとくけど、仏さんに何かが欲しくって、どうかしてもらいたくって礼拝しとるんじゃない。仏さん以外の何かにそんなら礼拝向かって礼拝するかっていうと、そうでもないんだ。誰にも礼拝しとるわけではない。仏でもなければ他のものでもないんだ。ただ礼拝すること格のごとし、ただこのように礼拝するんだっつって礼拝を続けられた。これ感謝の礼拝ですよ。感謝の礼拝。我々は生かされております。何に生かされておるか、あらゆるものに生かされておるんですね。そういう自覚があれば感謝したい。その相手を宗教によっては神というでしょうし、あるいは仏とも言うでしょう。もうこうなると仏とも神とも名付けられるんです。筑波大学の生物学者の村上和夫先生はサムシンググレートっておっしゃってる。サムシンググレート、ある大いなるものですよ。ある大いなるもの、私はこれを大いなる命って言ってるんです。他について求めず、仏について求めず、ただ礼拝すること、格のごとし、ただそこには生かされておることへの感謝があるわけですね。大いなる命に対する感謝、求めるんじゃありません。そこには礼拝するという祈りの行為があったんですね。こういった礼拝を皆さん方したいと思いませんか。時間が来たようであります。これで終わります。